はい、速稼塾の久保です。まあ私もね、たまになんですけども、人の熱意に突き動かされて、行動をすることがあるんですよ。まあたまにといってもね、結構あるのかもしれませんけども、最近はですね、この令和新選組というところの山本太郎さんがね、以前私はこの方に対してそんなにいい感情を持ってなかったんですよ。ここ半年ぐらいですね、山本太郎さんの声が私の胸に届くようになったのは。で、もしかしたら単純な私ですから、何かを勘違いしてこの人の言うことを鵜呑みにしているのかもしれません。でも繰り返し繰り返し、分からなければ分からないほど話を聞いてみると、やっぱりね、もしかしたらこの閉塞感のある国に大きな風穴を開けるようなね、エネルギーがあるのはこの人なんではないかなっていうふうに思います。まあ分からないけども、かけてみようかなと思う気持ちは出てきました。そこでですね、今回はこの令和新選組さんにちょっとね、寄付をしてみようかと思うんですよ。この寄付って項目があるじゃないですか。実は私もですね、比例代表で、なんかね、出してもらおうかなという気持ちもあるんですよ。なんか暗号通貨系とかね、赤字店舗からネットでなんか一山当てたみたいな、なんかないかなと思うんですけども、ただ私は非常にね、今の暮らしに困ってるわけではないんで、多分山本太郎さんからすると私みたいなのは必要ないということになると思いますんで、まあ、少なくともね、思想はどうか分かりませんけども、協力する意味でちょっとお金をですね、何かに使ってほしいなと。それこそ山本太郎さんが演説中に飲む水とかね、移動中に払うガソリン代とかの一部になればいいかなと思って、ちょっと寄付の方をやってみようかと思うんですね。私もね、これ寄付するのは、誰かにね、こういうふうな政党に寄付するのは初めてですよ。本当に今まで選挙はね、行くぐらいは行ってたんですけども、そこまで思いを込めて投票したことはありません。もしかしたら何かが起こるかもしれないなっていう気にさせてくれたんで、ちょっとね、そのお礼と言いますか、アクションを起こしてみようかと思います。これ寄付するってとこをクリックしますね。で、令和新選組からこれ読みます。なるほど、メールアドレスに口座番号が送信されます。なるほどね、注意事項、すべて個人名義ね。はい、日本国籍をお持ちの方、匿名の方、団体企業からの寄付は禁止なんで、私個人からということになりますね。寄付金控除の対象となるということなんで、年末調整でこの寄付金も計算してもらおうかと思います。なるほど、はい、確認しました。で、寄付金額、まあちょっと控えめであれなんですけども、10万円ぐらいですね。銀行振込で久保哲郎、ちょっとこの辺はどうしましょうかね。住所とか入れるようになってるんで、確認画面になります。確認画面で送信すると。で、送信すると銀行振込の口座が出ますんで、ここにね、銀行振込をこれからしようかと思います。クレジット決済もできるんだ。あ、なるほどね。クレジット決済しましょうかね。個人のクレジットカードは私は限度額すぐに行ってしまうんで、多分ダメだと思いますから、銀行振込しようかな、やっぱりな。銀行振込させていただきます。三井住友銀行からこちらの方にね、振込させていただきます。郵便、これですね、ゆうちょ銀行以外からお振込される場合、はい、こちらにですね、振り込もうかなと思います。はい、それではですね、本当に振り込みますんで、振り込み画面の方を見せないから、パフォーマンスでここだけやってんだろうみたいに思わないでくださいね。まあ仮にですね、私が振り込まなくてもあなたのお金には損害与えませんので、まあ結構ね、寄付ってのは簡単だなと、寄付しやすいようにしてくれてるなというところでございます。今回は消費税込みで10万円を寄付させていただこうかなと思います。まあこれがね、山本太郎さんの活動資金の、ガソリン代とかね、ペットボトルのドリンク代とかで一瞬で消えると思いますけども、まあ私のできることってのは本当にね、一瞬できるような小さいことだと思います。でもこの一瞬で消えるような小さいことでも、多くの方が集まることによって3億円を超えるようなね、非常にインパクトのある金額になってくると思います。まあ3億円に比べたら私のね、お支払いする金額なんて本当ちょびっとなんですけども、まあでもね、
10万円っていうのはやっぱり貴重なお金だと思います。私も私のねお財布から勝手に生まれたわけじゃなくて、私に対していろんな思いを込めて支払ってくださった方の思いが込められてますんで、もしかしたら令和新選組が嫌いだっていう人が何かの支払いで私に当ててくれた金額が数十円とか数千円とかね入ってるかもしれません。まあそれも込みでね申し訳ないですけども、そういう方の意思を無視するわけではないんですけども、私がねお預かりしたお金、もしかしたら間違いかもしれませんけども、今の私の判断力と熱意は、今ねこの参議院選に対しては他の党とか他の立候補者にはちょっと、ね、向かないんですよ心が。でそういうふうな消去法のところもありますし、一番、若い方ね、特に10代とか20代の方に必要なメッセージを届けてくださってるのがこの令和新選組山本太郎さんなんではないかなと思いますんで、ちょっとね今回お金を送信させていただきました。では皆さんもねこの令和新選組にどうこうってわけではないですけども、まあ選挙に行かれてください。選挙ってものが唯一私たちの意思を国に伝える方法、国を作る方法です。これ以外デモをね100回したところで何も変わりませんよ。デモに1万回参加しても何にも変わりません。1ミリもです。デモに1万人2万人参加するぐらいだったら、選挙にその分1万人2万人動員した方がすごく楽で簡単で未来を変える財産になると思います。では今回は以上ですね。まあ私速稼塾の久保ですけども、必ずしもこれね令和新選組を速稼塾みんなで応援してるよってことじゃないですからね。私個人の今のねこの瞬間的な気持ちとしてはちょっとここにね応援しようかなと思っただけでございます。私もね、まあ、自民党を応援した時もありますし、いろんな党をね見てた時もありますし、橋本市長ですね、橋本徹さん、なんとかね国政に打って出てくんないかなとかね、総理になってくんないかな、いろんな思いがありました。でも今は相対的にこの山本太郎さんの率いる令和新選組に、少しですけどもねお力添えしたいなという気持ちが出てきましたんで、こういう風な動画で私は自己表現してみました。さあお前は騙されているんだとかね、パヨクに組するのかっていう人も当然出てくると思いますけども、私の意思は私一人が持ってるものでしてね、私の行動権っていうのは私だけが持ってますんで、すいませんけども皆様のお気持ちとかアドバイスもありますけども、最終的な私の自己決定としてはこれになったかなと思います。もしかしたらね明日になったら考え変わってるかもしれないですよ。それは分かりません。未来のことは分かりません。でも今日の時点ではこういう行動になったということは、まあ一つの事実かなというところでございます。それでは失礼します。